こんにちは。自立育成完全オーダーメイド教育メソッドの阿部です。本日はですね、オードリー・タンさんから学ぶ子育て教育のヒントです。皆さんは、あなたはオードリー・タンご存知でしょうか？あの台湾、まあ、このコロナの、まあ、今ちょっと台湾って言っちゃったんですけど、あのコロナの封じ込めで一番うまくいった国って台湾だと思うんですね。で、その台湾の中の IT、なんかいきなり書けなくなりました。 IT 担当者、 IT 担当大臣なんですよね。 IT 担当大臣で、今日なんでね、この人があの子育てのヒントになるかっていうと、まあすごいやっぱ考え、生き方もいいし、こうなんかね、最終的には外れることを恐れてほしくないって話になっていくんですけど、この IT 担当大臣で面白いのがすごい経歴豊かなんですよ。まずね、もともとアップルのとこでもシリかなんかの開発をしてて、その時のね、報酬がおしゃれ。普通ね、僕の感覚で報酬って1億とか2億とか何千万っていうお金だと思うんですけど、オードリー・タンの契約がビットコインだったんですよ。ビットコイン面白いですよね。で、その当時のビットコインが確かね、1ビットコインが 4,5 万だったらしいんですけど、今1ビットコイン100万ぐらいいってるんですよね。まあ、つまりそれだけうまくやったってことなんですけど、まずこの発想が日本人にないじゃないですか。ないですよね。だって日本のまずね、大臣とかそのコロナの封じ込めをやってる専門の人たち、多分 IT 詳しい人そんないないですよ。どうやってオードリー・タンが台湾のコロナをうまく封じ込めたかっていうと、マスクの管理アプリって作ったんですよ、すぐに。だからマスクの在庫管理がどこにあるっていうのが台湾の国の中で分かったから、買い占めとかさせなかったわけです。そこからうまく封じ込めをしたんですよね。で、もともとビジネスやってるというのもよくて、18歳とかで確か起業して、31歳ぐらいでもビジネスは1回終わりにして、で今37歳とか8歳だと思うんですけど、政治家の方になって、で大臣してるっていう。で、この人自身は実はトランスジェンダーっていうのを、まあ、見ていただくとね、分かりやすいですけど、あの見た目ほんとトランスジェンダーさんかなという感じですね。トランスジェンダーさんを公表しててやってて、面白いのが幼稚園小学校合わせて9回変わってるんです。9回ですよ。僕らってなんかこう学校に合わないとダメな子とか、チームにこううまく、なんていうんですか、適合じゃダメな子ってなっちゃいますけど、そんなことないですよね。だってオードリー・タンのおかげでたくさんの人が救われて、今台湾が注目されて、で本当にね、政治家なのに議事録をどんどん公表したりという新しいアイデアになっていくわけです。だから今日本当ね、外れることを、子供たちがね、あなたのお子さんが教育してる子供が外れること OK にしてほしいです。そうなるとね、自分のやっぱ常識とかが狭かったり硬かったら、すごく外れることに対して違和感があるはず。だから、まあ、僕もそんなにまだまだ海外行けてないんですけど、だから海外行ってほしいんですよね。あなたも、あなたのお子さんも、指導してる子供も。だってこういうとこ実際に僕も内容聞いただけですけど、やっぱ生で会って見て感じたら相当常識変わりますよ。やっぱ日本にいると本当経済的に豊かな人もほとんどですけど、やっぱ世界に行ったら本当に経済的な人がね、苦しい人たちもいて、でもニコニコしてる人たちもいるんですよ。でも日本ってね、自殺率で言うと世界で第2位、韓国で言うとね、まだ2万5000人ぐらいが年間で死んでるんですよ。経済的に豊かなのに。何が幸せかって分かんないですよね。だから本当に今日はね、この外れることが OK だよってことをやってほしい。でもそれが自分が違和感出るなら、まず自分が変わらないと。じゃないと、自分が変わらないと子供が外れて OK で、子供良くてもそれ認められないですもん。自分のメガネが外れないですから。じゃあどうすればいいか、いろんな人に会ってください。いろんな文化に触れてください。遠回りなようで、教育子育ての中ではかなり重要なポイントだと思います。本日の動画でした。ありがとうございました。